ヨハネによる福音書の17章の6節から、世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。私に与えてくださったものは皆あなたからのものであることを今彼らは知っています。なぜなら私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはそれを受け入れて私が身元から出てきたことを本当に知り、あなたが私をお使わしになったことを信じたからです。彼らのためにお願いします。世のためではなく私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。私が保護したので滅びの子のほかは誰も滅びませんでした。聖書が実現するためです。しかし今私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちにあふれるようになるためです。私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今どうぞあなたが聖霊の働きによって御言葉を私たちの前に開いてくださいますように、私たちが頭で理解したことを心で受け止め、そして手の技で私たちの日常の歩みで、そのあなたの素晴らしい福音を表すことができますように助けてください。私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、僕がまだクリスチャンになったばかりの頃の話なんですけども、僕はもともとクリスチャンではない環境で育ち、そして大学生の時に初めて聖書と触れ、神様を知り、そして信仰に入るということだったんですね。でその時に、クリスチャンになったばかりの時、ちょっと不思議に思ってたことがあったんですね。それは何かというと、なんで、信仰を持って神様は私を恵みによって救ってくれました、イエス様は救ってくれた、だったらなんで神様はすぐに僕のことを天国に連れていかないのかなって思ってたんですよね。今すぐに天に連れてってくれればいいじゃない、だってそこにイエス様がいるんだし、そこにはもう喜びも、たくさんある、悲しみはない、だったら何を待ってるんだろうって感じだったんですね。もうイエス様を信じ洗礼を受けたらすぐに天に連れてってくれたらいいじゃないか、そしたらもう全てがうまくいく、この世は苦しいことがたくさんある、痛みもたくさんある、苦労がたくさんある、だったらこの世にいるんじゃなくて愛するイエス様が今いるところにすぐに神様を連れてってくれたらウィンウィンですよね。全てがうまくいく、なんかなんでこの世にこの私たちはいなきゃいけないのっていうふうに思ってたことがあるんですね。それってなんか、だってイエス様は僕のことを愛してるって言うんだったら、イエス様は僕と一緒にいたいはずですよね。なんか愛してるって聖書に書いてあるし、愛してるって約束があるんだったら、今すぐ一緒になれればいいじゃないっていう感じ。だから、なんか結婚するみたいな感じですよね。誰かがあなたを私は愛しています、すぐに結婚しましょう。結婚するけれども、でも今は一緒には住みませんみたいな感じ。どうしてですか神様は、なんで今すぐ天に僕を連れてってくれないんですかっていうふうに思ってた時期があったんですね。ただ聖書を読むとそれがなぜかっていうのが
わかります。皆さんでもこういうふうに不思議に思ったことないですか？きっとある人いるんじゃないでしょうか。首を振ってる人もいますけど、ない人もいるし、ある人もいる。今日の御言葉はそのような素朴な疑問にはっきりと答えている箇所ですね。はい。で、その今日の御言葉を詳しく見る前に、もう一度今日の御言葉17章というのがどういう章なのかということをもう一度見てみましょう。ちょっと復習になりますけれども、この17章っていうのは特別な箇所で、それはまるで神殿のようだ、神殿の至聖所っていうところがあった。その至聖所っていう場所は最も神様の臨在が色濃く、存在する場所だったんですね。神殿がある前は、神殿が壊れる前は。で、そこでは、本当に限られた大祭司と呼ばれる人が1年に1回だけ入ることが許されたっていう特別な場所、それ以外のタイミング、それ以外の人は入ることができなかったんですね。で、なぜかっていうと、そこには神様の聖、神様の清さがあふれていたから、普通の人間は入ることができない場所だったんですね。で、今日のこの聖書箇所、ヨハネによる福音書の17章っていうのは聖書の中でもそのような場所だっていうふうに言われてるんですね。なぜかというと、それは御子イエス・キリストが父なる神に祈りを捧げている。で、イエスさんはもちろん祈りの人でしたから、たくさんお祈りをしているんですけども、聖書の中でも。しかし、このように詳しくお祈りの内容が書かれている場所っていうのは他にはないんですね。別の言い方をすると、イエス様はあえて弟子たちに聞こえるようにこの祈りをこのタイミングでお祈りしています。ですから、この祈りっていうのは、17章全部の祈りっていうのは祈りの形をした弟子たちへの教えでもあるんですね。弟子たちにあえて聞こえるようにお祈りをしているから。そして、このタイミングっていうのもどういうタイミングだったかというと、これは最後の晩餐が終わり、そしてイエス様がこれからいよいよ十字架にかかるっていう直前なんですよね。そのタイミングでお祈りをしています。弟子たちの目から見ると、これからイエス様はどこかに行ってしまう、逮捕され十字架にかけられてしまう、これから弟子たちにはそのような試練というか絶望が待っているわけですね。そのタイミングでイエス様はこのお祈りをしている。だから、この祈りは特別な、本当に、神様の時であり、そして神様が、御子イエス・キリスト、神である御子イエス・キリストが父なる神にお祈りをしている、その特別な聖なる時、聖なる場所、聖なる、祈りであるっていうのが、この17章の特別なことなんですね。で、今日見た、聖書箇所の一番大事なポイントっていうのを先に皆さんに教えます。中心なポイントですね。それがここです。15節読むと、私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなくて悪いものから守ってくださることです。彼らを世から取り去るのではなくて悪いものから守ってください。これが今日の御言葉の一番の中心なんですね。で、なんで、まあ、これこの言葉がですね、今日の言葉の中心なのかって分かるかというと、実はものすごくね、面白い、この仕組みをしてるんですね、今日のような御言葉っていうのは。皆さん、こういう言葉聞いたことありますか？工作配列法っていう、なんかすごい呪文のような名前なんですけれども、文学的、スタイルですね。これ聖書の中、また、古代の文章の中ではよく使われた手法なんですけれども、この手法、工作配列法というものを使って、どこが中心でどこが一番大事なんだよっていうのを表すことをしてたんですね。特に、詩的な言葉とか、そういうものの中では使われています。詩編とかね、ではよく使われているし、新約聖書の中でもいくつか使われている場所があるんだけれども、今日イエス様が祈った祈りっていうのは、その工作配列法というものが使われているんですね。で、工作配列法とは何か説明します。次のスライド見てください。はい、まあ、上は英語と日本語なんで、日本語と英語なんで、どっちかだけ見てもらえばいいんですけれども、どういうふうになっているかというと、サンドイッチになっているって考えてみてください。サンドイッチで、14節でイエス様は御言葉って言ってるんですね。
で17節ではあなたの御言葉は真理って、ほらサンドイッチになってるんです。上と下がサンドイッチになってます。同じ言葉を用いて、そしてその間にもまたサンドイッチの層があるんですね。15節14節の中では、私が世に属してないように彼らも世に属していないからです。でこの下の層を見ると16、18節のところで、私が世に属していないように彼らも世に属していないのです。ほらサンドイッチになってるでしょ。サンドイッチみたいにパンが上と下にあって、で野菜がその次にあって、で一番大事なのはこの真ん中の、ハムみたいな感じですよね。それが15節、さっき言ったところですね。悪いものから守ってくださることですっていうのが一番真ん中に来てるわけです。でこれは何を言ってるかというと、この真ん中が中心、真ん中が一番大事なポイントなんですよっていうのを際立たせるためにこのような配列を組んでる文学的な手法なんですね。これは、新学校とかに行くとね、学ぶレベルのことですので、聞いたことがないのは、まあ、皆さん当たり前だと思います。新学校とかに行くとこういうことを学びます。はい、また15節をもう一回見てみましょうね。これが中心、15節、私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなくて悪いものから守ってくださることです。私たちイエス・キリストの弟子がイエス・キリストを信じて救われたらすぐに天に行くっていうのではなくて、イエス様の御言葉は私たちがこの世に残るっていうことなんです。私たちがこの世に残る、確かにこの世には苦しみや戦いがあります。なぜ苦しみや戦いがあるんでしょうか。それは私たちはこの世に属していないからですね。私たちはこの世にはいるけれども、この世には属していない。この世には属していないっていうのはどういうことかというと、私たちはこの世の価値観とは違う価値観を持っているということです。神の国の価値観、それは多くの場合この世の価値観とは全く逆の価値観なんですね。ですからこの世からしてみたら、神の国に属している私たちはあまり歓迎されないんです、ね、いてもらっちゃ逆に困る。なぜならばそれはこの今この世と神の国の力がせめぎ合っている状態だからですね。今のこの状態というのは戦いが起こっているような状態だから、私たちには今苦しみや苦労があるわけですね。でこのことをイエス様は、お祈りが始まる前の章でも何度も語っています。あなた方には苦難があるんだよ、試練があるんだよ、でもあなた方は喜びなさい。なぜならば助け主が与えられるから。それが弁護者であり慰め主であり助け主である聖霊というお方だということでしたね。これは復習です。で今、私たちが知る必要があること、それは何かというと、私たちはこの世にいる必要があるということですね。でイエス様は実はそのことを、前にも、言っています。まあ、今日はこの御言葉のところもそうですね、繰り返して言っていますね。私はもはや世にはいません、彼らは世に残りますが私は身元に参ります。私は身元に行きますけれども、彼らイエス・キリストの弟子たちはこの世に残りますということを繰り返し17章今日読んだところでも言っています。はい、ここでいいです。ありがとうございます。はい、18節のところを今見ていただいてますけれども、私たちは今なぜじゃあ世の中にいる必要があるんですかっていうときに考えるべきことは、それは私たちはただ今ここで生きています、ただここにいて、自分のしたいことをしていますとか、仕事をしていますとか子育てをしていますっていう以上の目的があるっていうことなんですね。それはなぜかというと、18節、私を世にお使わせになったように私も彼らを世に使わせました。イエス様は私たちイエス・キリストの弟子をこの世に使わせているというのが目的なんです。皆さん自分の人生をそのように見たことあるでしょうか。私の人生は今なぜここで私は生きているか、それは私はイエス様によって使わされているからここにいるんだよ。皆さんはどのような場所で普段時間を多く過ごすでしょうか。まあ、もちろん家庭ですよね。家庭、仕事、学校、
また子育てをしていたり、また教会もそうですよね。そのような場所に私たちがいるっていうのは決して偶然ではありません。たまたまそこにいるんではないということですね。私たちがそこにいるのは目的があってそこにいる。そしてその目的っていうのは私たち自身がですね、いっぱい考えて絞り出して、うん、これが目的だっていう目的ではなくて、イエス様が私たちに与えた目的があるわけですね。それがイエス様が私たちを使わせているっていうことです。例えば皆さん、お使いに行くっていうこと、また子供にお使いを頼むっていうことも、アメリカだったらあんまないかもしれませんけれども、そういうシナリオを考えてみてください。お母さんがですね、子供に、ちょっとお買い物行ってきて、お使い頼みます。八百屋さんに行ってトマト買ってきてって言うじゃないですか。それはお母さんが子供を使わせてるわけですよね、八百屋に。そして子供が八百屋さんに行ってる間は、お母さんはその子供とは一緒にいません。別々のところにいます。じゃあ子供は何のために出かけるんですか？自分が楽しむためでしょうか？自分が欲しいものを買うためでしょうか？違いますよね。子供が出かけていくのはお母さんが使わせた目的を果たすため、トマトを買うという目的のために出ていくわけですね。そしたらですね、この子供が、いやー、僕ちょっとトマト嫌いなんだよな、トマト嫌いだから、別のもの買いたいな、お母さんからもらったお金だけど、いや、そもそもなんで八百屋行かなきゃいけないんだろう、コンビニに行った方がたくさんもっといろんなもの売ってるじゃないか、コンビニに行って、そうだアイスクリーム買おう、アイスクリームの方が僕大好きだからって言って、アイスクリーム買って食べ出したらお使いじゃないですよね。それもうね、お母さんにすごい、残念がられると思います。なぜならばその子供は使わされた、お使いに行った目的を果たしてないからですね。自分の好きなことやっちゃってるから。それと同じように私たちも今自分が使わされている場所にあって、自分がしたいことじゃなくて、自分の願望じゃなくて、イエス様が何のために私をそこに使わされているのかっていう視点で私たちの日々の生活を見る必要があるんですね。また私たちが教会として今ここにあるっていうことは、神様が、イエス様が今私たちをここに派遣しているわけですね。そのような視点から私たちは自分自身を見る必要があるんではないでしょうか。使わされて主の目的のために生きるっていうのは、もしかしたら皆さんこう思うかもしれません。それって宣教師の働きじゃないの？宣教師はそれすることですよね。宣教師っていうのは、いろんな人からサポートをもらって、そして、宣教するためにどっか違う国に行くっていうのが、一般的なそういう宣教師のモデルですよね。しかし、確かにそうなんだけれども、使わされているっていうのは実は宣教師だけではなくて、こういうふうに言った方がいいですね。私たち全員が実は宣教師なんだっていうことです。私たちイエス・キリストの弟子たちは全員が例外なく宣教師なんです。宣教師じゃないイエス・キリストの弟子っていうのはいないんです。私たちはなぜならみんな主イエス・キリストに使わされているから。別の国に行かなくてもいい、遠くに行かなくてもいいです。皆さんが今いるところで皆さんは宣教の働きをしているんですね。それが私たちが今この世に使わされている目的です。イエス様はそのような使わされた父の目的っていうものをものすごく真剣に捉えていました。ただ自分のやりたいことやろう、やりたくないことやらない、自分が欲しいもの欲しいって、そういう生き方ではなくて、常に自分が使わされた方の目的に生きてたんですね。私は自分では何もできない、ただ父から聞くままに裁く、私の裁きは正しい、私は自分の意思ではなくて私をお使わしになった方の御心を行おうとするからである。自分を使わされた方の御心っていうものを常にはっきりと認識し意識していました。自分の使わせた方の御心を行うこと、それは私たちイエス様が私たちを今ここに使わされているということも同じことですね。私たちもイエス・キリストの御心を行うことを常にはっきりと意識する必要があります。人生の問題、さまざまな問題が起きますけれども、僕の自身の経験の中で最も苦しかった人生の問題っていうのは、大体2つの原因があったと思います。1つ目、それは自分の生きる使命がわからないということ。
何のために生きているかわからないというのが一つ目の原因。二つ目の原因は何かというと、それが分かっているけれどもそれをしてないっていう時ですね。一つ目、自分の生きる理由、目的、使命がわからない。二つ目、その使命が分かったけれどもそれをできない、できていない。そういうことっていうのが多く、原因として苦しみやさまざまな葛藤があったかなというふうに自分の人生を振り返っても思います。僕が大学生の時に、アメリカの大学に行ったんですけれども、そしたら大学で日本人がほとんどいなくてですね、日本語を話すこともないし、日本食も、食べることができない、でホームシックみたいな感じになるわけですね。でそしたら日本の家族が送ってくれた札幌一番があったんですよ。わあ、この札幌一番ラーメンすっごい今食べたいってなって、でも寮に住んでいたのでそのお鍋とか調理器具がないんですね。どうやったらこの札幌一番食べることができるだろうって考えて、パッと横を見たら横にですねコーヒーメーカーがありました。こういう写真、はい、こういう感じのもうどこにでもあるような一般的なコーヒーメーカーがあったんですね。で僕はですねあまりにもこの札幌一番が食べたかったので、どうにかしてこのコーヒーメーカーを使えば札幌一番できるんじゃないかって考えたんですね。だってお湯沸かせますよね、これ水入れて、でコーヒー入れないで水入れてポチって電気を押せば、お湯が出るし下も熱くなるからお湯が沸けるわけだから、そこにラーメン入れたらできるって思ったんですね。で実際にもうそれしか選択肢がなかったのでやってみました。そしてあやっとできた、楽しみで、あやっと食べられると思って食べてみたらですね、もうがっかりしたんで、何かっていうと全然美味しくなかったんですよ。皆さん、コーヒーメーカーで作る札幌一番は美味しくありません。今日のこのメッセージで一つ大事な人生のポイントかもしれませんけれども、でその時僕はがっかりしたんですね。でがっかりした僕はねこう思いました。なんだこのコーヒーメーカーは札幌一番もろくに作れねえのかって思いました。でもそれってどうでしょうか。もしコーヒーメーカーが自分が考えることができたり意思を持ってる、ね、話せるコーヒーメーカーだったら、いやそんなこと言われてもたまりませんってなりますよね。僕はコーヒーを作るために作られたのに札幌一番作られても困りますと、そんなの美味しくできなくて当たり前ですって言いますよね。コーヒーメーカーが一番輝いている時って何かっていうと、それはもちろんコーヒーを作ってる時ですよね。美味しいコーヒーを入れてる時に周りの人は、ああこのコーヒーメーカーは本当に素晴らしいコーヒーメーカーだってなるわけだし、またこのコーヒーメーカーを作った会社があるじゃないですか。この場合はミスターコーヒーっていう会社なのかな。このコーヒーメーカーを作った会社っていうのはいろいろリサーチをして、いろいろそのどういうふうに作ったらいいか設計をして、ここにはこういう部品を使ってみたいなね考えるわけですよね。そして美味しいコーヒーを作れるようなコーヒーメーカーを作るわけです。札幌一番を作るために設計してないと思います、絶対に。そしてこのコーヒーメーカーが美味しいコーヒーを作った時に、初めてそのコーヒーを設計した人、設計者もその満足感を得ることができるわけだし、このコーヒーメーカーが輝いているのを見て、コーヒーを作って輝いているのを見て、そのコーヒーメーカーを作った会社も喜ぶわけですよね。私たちイエス・キリストの弟子には目的があるっていうふうに言いました。そして今日のイエス様の言葉の中でも、彼らのうちにあって私は栄光を受けましたって書いてありますね。これから弟子たちみんなイエス様のことを裏切るんだけれども、しかしもう過去形で私は彼らのうちで栄光を受けたってイエス様は言います。そのイエス様が栄光を受けたってどういうことかっていうと、それは私たち一人一人がこのコーヒーメーカーが札幌一番を作るんじゃなくて、私たちがするべき人生、私たちを作った方、神様が私たちの人生に持っている目的を行うときに、私たちが一番輝く人生を送るべきだし、また私たちを作った神様の栄光になるっていうのはそういうことですね。私たちが神様から与えられた目的を生きて輝くときに、それが神様の栄光になる。そのために今私たちはこの世で生きているわけですね。神様の栄光に生きる、神様に栄光を返すってどういうことかって前回も皆さんと言いました。
次のスライド出るでしょうか。それは、はい、このように胴上げをするって言いましたよね。イエス様を胴上げするっていうのが、まあ、これはマリナーズの写真じゃなくてちょっと残念なんですけど、マリナーズね、昨日プレーオフで勝って皆さんすごい盛り上がってて、マリナーズの写真で胴上げしてる写真ないかなと思って探したんだけれども、やっぱりありませんでしたね。やっぱりこの胴上げっていうのは日本の文化なんでしょうか。この胴上げしてる時ってどういう状況かっていうと、まずみんなが一つになってますよね。胴上げされている人を中心に一つになっている。今日のイエス様の祈りの中で弟子たちが一つとなるようにって祈っています。一つとなるっていうのはどういうことかというと、何が大事かっていうと、それは何にあって一つになるかっていうのが大事なんですね。この絵が示しているように、イエス・キリストにあって一つになるっていうことが大事なポイント。そしてイエス・キリストに与えられた人生の目的をしっかりと生きるということ、それがイエス・キリストを胴上げするっていうことになるんですね。栄光を捧げる。まあ、人それぞれ人生どのような使命が与えられているのかっていうのは、まあ、一人一人ちょっとずつ違うわけですよね。ですからここで皆さんの人生の目的こうすることですっていうのははっきりとは言えないですけれども、しかしそれを知るための大事なポイントは何かというと、それはまず真理である御言葉です。御言葉によって守ってください。御言葉を守りましたって今日のありましたね。皆さん聖書をしっかりと読むこと、聖書をしっかりと勉強すること、それが私たち一人一人の人生の目的を知るまず第一歩ですね。そして二つ目大事なことは何か、それはやはりこの世の中では戦いがあるわけですから、私たちが悪から守られるようにイエス様をお祈りしますと今日の御言葉の中心で言ってくださいましたね。イエス様は決して離れない、決して私たちを捨てない。イエス様がいつも私たちのために、私たちが信仰を失わないように祈っていてくださるということ。私たちは、ただ単にですね、今、一人だけでなんか頑張っている一匹狼ではありません。イエス様が私たちを支えてくださっている。そしてイエス様が自分自身を捧げたって今日書いてありましたよね。私たちが自分自身の目的を、この世での目的を果たすことができるように、イエス様は私たちをに人生を捧げてくださったのです。その愛を私たちはしっかりと受け取りましょう。私たちに目的を与えてくださっている神様は、私たちを愛してくださっている神様だからです。お祈りします。愛する天のお父様、あなたが私たちと共にいてくださり、しかし実は共にいてくださるとともに私たちをこの世に使わせてくださっていることを覚えます。主よ、どうぞ私たちが今使わされているところであなたの御心を行うことができますように。ただ自分の意思や自分の願望ではなく、あなたが私たちをここに使わせた意味と目的を果たすことができますように。そのためにどうぞ私たち一人一人に、私たちが今生きている目的、それは使命、また召し、主をどうぞはっきりと教えてくださいますように。そして私たちがその与えられた使命に誠実に生きることができますように。コーヒーメーカーがラーメンを作るようにではなく、コーヒーメーカーであるならばしっかりと美味しいコーヒーを入れる、そのように私たちの使命と、を全うするための働き、場所をあなたがどうぞ備えてください。私たちが一つとなりイエス様を胴上げし、そしてあなたに全ての栄光が与えられますように。イエス様がご自身を与えられたその愛に心から感謝いたします。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。